三碧木星の9月、10月、そして11月7日までの運勢と開運法をお伝えしましょう。今年1年は今までやってきたことをそのまま続けることがとても大事な1年です。しかし同じことをただ続けていても周りの環境は常に変化していきます。ですからその変化に自分自身も変化し続けるということも大事になってきます。10月の頭ぐらいまでは人間関係が良好であれば仕事も充実しており、そして個人的にも飲食を共にするような機会をたくさん持ち、人とのコミュニケーションに余念なく動いてきたことと思います。このまま10月もなお何かボタンの掛け違いのような問題が起きてくることがありますので、引き続き周りの方とのコミュニケーションを大事にしていってください。つまり人は用いる言語が人によって違います。これは言ったからでは相手に通じていないことが多々あります。特に周りは不満に思っていたり、批判をすることがあります。そういったことになる前に、相手の話をまずはよく聞く。そして、自分が伝えたいことも、何度も何度も、話し合いの場を設けて、周りの方たちが、ちゃんと理解していただくまで、そういう機会を持たれるといいかと思います。ちょっとしたことで相手がやる気を失うような一言を言ってしまうような可能性もあります。外側から見るとすべてうまくいっているように見えます。しかし内側にいろいろな問題が見えてくるとき、それは準備が整っていないサインでもあります。進めたいと思えば思うほど物事が停滞する時です。順番をもう少し組み立てたり、ボタンの掛け違いが生じている場合があります。仕事の引き継ぎなどの場合、あるいは親族関係での問題、相続のこと、お金のこと、そういったことでいろいろな問題が出てきそうです。そのためには上目線で相手に伝えるとうまくいきません。相手の気持ちや相手の行動を変えていただくためには、まずはこちら側から些細な贈り物をしたり、食事をご馳走するなど、相手の気持ちがまず先にほっとするような場を持ってください。家族や親族との集まりもとても大事にしてください。忙しいので、そういった場面において参加したくないと思うかもしれませんが、少しでもいいので顔を出してください。大きな役割を任せられることになるかもしれません。それは今後の大切な基盤になっていきます。歯の治療や歯の噛み合わせ、顎に異変が生じたりのようなこともあるかもしれませんので、日々のデンタルケアを怠らないように
そしてもしもちょっとでも違和感があれば、すぐに病院に行くことをお勧めいたします。休日には家族サービスも忘れずに、家族を連れて実家に帰り、親御さんに会いに行くというのも良いでしょう。ここからだんだんこの一年の中では冬の時期に向かっていきます。精神的にもどんどん変化をしていく時です。新たな変化には柔軟に対応して、その変化を受け入れていきたいものです。10月はなかなか自分一人では決められないようなことがあるかもしれません。今までの自分の視点、それが間違っているかもしれません。ずっとこだわることなく、押し通すこともなく、周りの意見や周りの視点を意識することによって、新たな自分の中に優しさが芽生えたり、思いやりが芽生えることによって、うまくこの冬の時期へ向かっていくことができます。時間に余裕を持って生活することを心がけましょう。秋の実りのこの時期、旬の食べ物をできるだけ食べるようにしてください。食事やそうした場での会話があなたのリラックスにつながっていきます。あなたの家の周りにもしも新しいお店がオープンしている場合、あるいはリニューアルオープンしているようなお店があった場合には、ちょっと足を踏み入れてみましょう。家族との会話の中で、できるだけ自分の近況報告もまめにしたいところです。きっとご家族から参考となるようなアイデアが聞けるかもしれません。きっと明日も良い日になります。ゆっくり夜は休んで、すべてはうまくいっていると、安心していつも笑顔でお過ごしください。